いやーみんなお待たせー。いやそんなに待ってないかもしれないけどお待たせー。いやー切ないケイスケです。ライト3をやっていきたいと思います。3かもしれないけど3音と言ってやります。お誰だこのジェントルマン、ジェントルマンみたいな怪盗キッドみたいなやつは。昔あるところに一人の怪盗がいました。怪盗キッド。その怪盗は世界中を回りたくさんのきらびやかなお宝を盗んでいました。世界中を股にかけるタイプのやつだった。怪盗が狙うのはいつも悪いことをしてお金をたくさん増やしている人たちです。ネズミ小僧的なやつやな。また失敗もしませんでした。狙ったお宝は必ず盗み警察に捕まることもありませんでした。うん、よくあるパターンのやつ。怪盗が盗んだお宝はお金に代わり、そしてそのお金は貧乏な町の人々に配られました。そして怪盗は、どうした、もういい、怪盗はどうしたん、怪盗はどうしたん、最後気になるやないか、教えろ。教えるんじゃ。誰だ貴様らは。もうやめろ、その話聞き飽きた。でもさ、すごいとは思わない？大金が手に入ったのに人に配っちゃうなんてさ。別に。冷めてんな。こいつ冷めてんな。あいつは何もせずとも金をくれる都合のいいお人よしだと思うやつだっているはずだ。歪んでるね。絵本の世界なのにちょっとひねくれすぎじゃないの？ほら、あんま怒んなよ、手を。こんなところにいてまだそんなこと言えるのか。いつ死ぬかわからない。毎日聞こえるのは銃声、土星かな、土星、悲鳴ばかり。絵本の話に希望を持ってる場合じゃないだろう。冷めてんね君、冷めてんねさて今日はどうすっかな。今はどういうことになってるかわかるか。今日は大きな争いはないと思うよ。昨日片方がだいぶ痛手を負ったみたいだしね。なんなん、二つのグループがおって、それが喧嘩でもしょんかいな。じゃあ食料確保だな。俺一人で行ってくる。また一人で行くのか。ジン、お前は昨日怪我したばかりだろ。イーノスやシルだって前に負った傷がまだ完全には癒えていないだろうからな。でもテオ兄さんも。俺は大丈夫なんだよ。その完璧な回答にはなれないが、お前ら全員守ってやるくらいのことはできるさ。冷めたやつだと思ったけど優しいやつでないか。みんな同じレオンハーツの姓を持つ家族だったからな。レオンハーツ、なんかどっかで聞いたことあるんやけど、レオンハーツって。ん、気のせいかな、どっかで聞いたっけ、ワンあたりでできたっけ。だいぶ疲れてるよな、レオ、テオ。大体のことは一人で やろうとしちゃうからね。僕たちがあんまり動けないのも理由にあると思うけど。あ、この銃もう弾が入ってないよ。え、てかその前になぜお前らが銃持ってんだ。あれか、ここはあれなんだな、スラム街みたいなところか。うわー、本当だ、予備のもうないだろ。どうしよう、テオももう行っちゃったよ。僕たちで行こうよ。いつもテオに頼りっぱなしだしさ。食料確保より危ないだろう。さっきイーノス兄さん片方が痛手を負ったって言ってたよね。まさかそっから持ってきておって言ってるのか。まあいつもテオが言ってるところだし、普段からザル警備だけどさ。うーん、安全、失敗、危険。イーノスのそれって何なの。ああ、未来を予測してるんだ。僕、過去は振り返らない男だからさ。振り返らなかったら未来が見えると思うな。ゼロシステムじゃないんだ。ガンダムウィングゼロに乗ってるゼロシステムじゃないんだからさ。でも、いつもよりは簡単に盗めると思う。それでも相手はギャングだろ。見つかったら絶対やべえって。まあ、手はいつも一人でやってるんだけどね。三人なら大丈夫かな。あんまり離れないようにしなきゃな。うん。よし。さっさと行ってもらってこようか。
トリックアトリートの気分で行くなよ、お前ら。トリックアトリートとはまだ違うんぞ、お前。逆に命をトリックアトリートされるかもしれんのぞ、お前。右、左、右。そんなに楽しいか、それ。うん。水浴び、楽しいよ。右、左、右。なんだ、その右、左、右って。横断歩道を渡るときみたいな感じじゃねえか。おい、さっきも右だったろ。ぐちゃぐちゃになってるじゃねえか。あ、最初からやり直していい？もうすぐ着くから、急いでやれよ。あ、この二人か。エフィーナでないか、女の子の方。またなんか大人っぽくなっちゃって。音の方はってことはさ、ワン、ツーって流れからして、スリーだろ？レオ、レオだろ？レオとハルが同一人物ってことは、こいつも前作までの主人公ってことじゃないん？そういうことなんだろう。今回なんて名前使うんだ、君は。これから行くのは、どんな街？ローズ。羽屋から前連絡が来てな。金持ちのパーティーがあるんだが、行きたくないから代わりに行ってほしいと。パーティー楽しいのに嫌いなのかな？なんか黄金のお宝がどうとか言ってたから、メインはそいつの自慢だろうな。よーおるよな、金持ちって。いいもんを見せびらかして自慢とかしまくってさ、俺らになんか上から目線みたいな感じで見るんよな。いや俺、金持ちの知り合いなんかおらんけど。まあただでうまい飯が食えるし、食えるもん食ったらさっさと帰る。うん、レオは？また出てたな。レオじゃない。あ、ハル、リッキー、クロード、つーからまた新しい偽名二つも使ってるやん。パパって呼んだら怒るし、何か統一してほしいな。ならその名前で呼ぶのは俺と二人きり、町の中にいない時だけ。その約束が守れるならテオって呼べばいい。テオ？あ、それ本当の名前だったよね。テオ、パンツ、いいの？パンツ？バカにしてるな。俺を下着扱いしてんじゃねえよ。ああ、いい。ちゃんと守れるならな。わかった。私も嘘つかない。約束守るよ、テオ。ってことはさっきのスラムの4人の男の子のところに出てきたテオって、レオだったりハルだったりしたこの主人公だったんやな。よし、じゃあ次の街で使う名前も考えないとな。いちいち考えるのかい？結局違う名前するの？そろそろ一回ぐらいさ、和風な名前にしとけばいいんじゃないかな。小一みたいな感じに。さっきのはお前と一緒の時だけだ。間違えて呼んだらさっきの約束はなしだからな。なんでテオは絶対名前を変えていくの？例えば俺が嘘をついたとする。嘘をつかれた相手はどう思う？逆ギレして殴りかかる。嫌な気持ち。そうだ、そいつは目の前のやつの顔、名前、その他諸々を覚えて恨む。嘘つかれただけでそこまでするやつそんなにおらんとは思うけどな、俺は。どんだけでかい嘘つかれたんだそれ。そいつの顔を見るだけで、そいつの名前を聞くだけで嫌な気持ちになるようになる。その嫌な気持ちとは大きくなると自分や人に危害を加えたりするようになる。だから俺は見た目や名前を違う街に行くたびに変えるんだ。そこまでしなあかんほど逆ギレしてくるやつなんかそうおらんと思うわ。そいつが嫌な気持ちにならないようにな。親切だろ。まあ100歩譲ってそういうことにしたるわ。その前に最初から嘘つかなきゃいいんじゃないの？なんだ、もうそういうことまで考えるようになったのか。ああ、考えるの面倒だな。エフィ、適当にそれっぽい名前考えてくれ。これはエフィちゃんのネーミングセンスが問われる時です。そうやな、俺がつけるとしたらさ、ジャベリンとかいうよくわからん武器の名前でもつけとけばいい。え？あ、さっきの看板のシドニーがいい？ちょっと覚えにくいかな。シドにしよう。次の街ではシドだ。かっこいい名前やな。はーい、シド。あの日見た空、茜色の空を。情報の整理。黄金のなんとかのパーティーで、ここの当主がウィルバー。
黄金のなんとかっていうのは組織の名前か会社の名前か会社なんかな会社の大富豪がこんなパーティーを開いとるみたいな。社長が、社長で大富豪が大富豪の社長が、いい匂いがする。もう始まってんのかな。とりあえず大広間に行ってみるか。行くぞーい。うわ、さすが金持ち。こんな意味のない銅像を何体も建てるんだからね。ほらこっちにもあった。上は、あ、こっちにも行けるっちゃ行ける。うわー、メイドさんがいる。さすが金持ちだ。だが先にこっちに入ろうか。俺もメイド雇いたいな、一人でいいから。おお、結構人おるな。夫人とかそういうお金持ちがたくさん集まってる感じかな。おお、この人か。この人がその大富豪の人かな。いやこんばんは。おや、初めてお見受けする。ということはロザリーのお嬢さんから紹介された人ですかな。はい、お会いできて光栄です、ウィルドワー様。おお、動画楽しんでいただけると私も大変嬉しく思いますぞ。ところで今お手つきであれば一つ頼み事をしたいのだが。いきなりされたよ。初めて初見なのに初対面の人にいきなり頼み事してくるとは。いい度胸だなお前。金持ちの感覚ってやつか、それが。ああ、大丈夫ですよ。今回このパーティーの補佐、イーノスという発明家の男がいまして。え？イーノスってなんか、あの4人の男の子の中に1人おったよな、イーノスって。どの子かわからんけどさ。先ほど気分が悪いと外へ出て行ったのですが、戻ってこないので、よければ探して行ってはくれないだろうか。お前、初対面の人にそこまでのただお頼み事をするかね。声だから金持ちは。イーノス、はい、お任せください。よろしく頼むよ。お前、金が出せば何でもやってくれるような人間ばかりだと思うなよ、お前。俺はやるけどさ、俺はやるけど金のためだったら。そういう人もめちゃくちゃ声がおるな、これ。おぉ。みんなこれを見てどう思うことか。めっちゃ食ってるやん。売ったらいくらぐらいになるのかしら。2万ぐらいいっちゃう。すごい数の警備だな。そりゃあそうでしょ。売ったら2万だもんだもん。おいしい。食ってばっかのやつが多いな。怪盗が現れるってのは本当かしら。知らんわ。かなり高いやつだな、これ。多分500円ぐらいで買えるんじゃない。もぐもぐ。自慢をするときが一番生き生きとしてるわと思うわ、彼。わあ、金持ちの中の金持ちじゃ、典型的な金持ちのパターンや。こっからじゃ見えにくいかな。どっから見つけてきたんだろうな。どっから見つけてきたんだろうなって言うたら、盗んできたみたいな感じになったんだよ。盗んできてはないだろうけどさ。お、なんこいつ。うげー、知らない人が多いところ、やっぱダメだな。コミュ障か。そうか、君はコミュ障なんだな。うん。イーノスさんですか。あ、すみません。お見苦しい時を、ところを。緊張、深呼吸、平常心。あれ？なんかこの緊張、深呼吸みたいな感じ。スラムの男の子の中に言いよったやつがおるよな。似たこと言いよったやつ。あ、それがイーノスだったんかな。ん？もしかして僕の顔に何か？これ気づいとるな、シド。こいつが自分の小さい頃の仲間だのイーノスってこと。いえ、すみません。顔色が随分と悪いので大丈夫ですか？大丈夫です。もしかしてウィルバー様かな？はい。なかなか戻られないので心配されてましたよ。ああ、すみません。お手をわずわらせてしまい。回答も来るっていうのに大丈夫かな。補佐って言おったな。この人、警部補佐みたいな。警部補みたいな感じの人なんかな。じゃあ警部どれだよって話やけど。回答？ああ、予告状が来たらしくてね。予告状とは本当に回答っぽいやつである。今夜10時に黄金の秘宝をいただきに参ります。みたいな感じの。 PS 女の子には手出ししないが、男には容赦しないぞ。
バタフライと呼ばれている今話題の怪盗ですが、バタフライえ、なんなんあれ、デジモンアドベンチャーのオープニングのやつ、無限大なるみたいな感じのやつ、夢をな、絶対仮面つけてるな、それ蝶の仮面つけてるな、それなんかそんなん武装錬金でできたような気がする。ああそうそう、まさか本当にいるなんてね。ここのセキュリティシステムを作ったのは僕だから、その不安も重なっちゃって。お兄さん大丈夫？あ、あはは、多分ね。じゃあ僕はウィルバー様のところへ戻りますね。なるほど。怪盗だって、10時ってもうすぐかな、どんな人なのかな。シート？ん？ああ、大丈夫。俺たちも戻るか。顔、ちょっと青いよ。3日前にその辺の草食べた時と同じ顔してるもん。お前ら金欠かいな。その辺の草食べた時とってさらっと言っちゃった。そのことはもう思い出したくないな。そうかい。そうかいそうかい。一旦戻ろうかな。あ、その前にセーブしときますか。と。てか今回の時間はここまで。というわけで今回はこの辺で。俺は名探偵コナンとか最近あんま見んけど、なんか俺の勘が囁いとるよ。あのイーノスってやつがバタフライ説。いやパート1でいきなり考察し始めてどうかだなと思うけどさ、そのバタフライ要はあるパターンで、なんか久しぶりに会った友人が怪盗だったみたいな展開。黒幕だったみたいな展開あるやん。それで本当にさ、パート5とか6とかでさ、バタフライの正体がイーノスだったらさ、笑いもんやな。というわけで、まあ今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週明け。絶対イーノスが怪しい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 。どう考えても絶対イーノスが怪しい。絶対イーノスが怪しい。バタフライって何者やねんって言うたらイーノスが怪しい。